つもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は大映が誇る特撮時代劇大魔神についてのお話です。大魔神は1966年に春休み、夏休み、冬休みに合わせて公開されました。大魔神、大魔神怒る、大魔神逆襲という3タイトル。これらはどれも独立した作品で連続ものというわけではありません。だからどれから見ても大丈夫。戦国時代が舞台で、悪い領主の圧政に苦しむ人々に代わって正義の鉄槌を下すという基本パターンは同じですが、監督は全部違います。眠り狂四郎や座頭市の監督で有名な安田公芳さん、三隅健二さん、テレビドラマ木枯らし紋次郎の監督もされた森和夫さんという娯楽時代劇の監督さんたちが撮った映画ですから、面白くないはずがないですね。大映には東京と京都に撮影所があり、時代劇や特撮は京都の方が得意だったんです。ブルーバックでの合成技術に優れちゃって、この技術があったから大魔神が暴れるシーンとか水を割って登場するシーンなど、とても迫力があります。大魔神が城下町などを破壊するシーンのミニチュアは、美術スタッフが時代劇のセットを25分の1スケールで忠実に再現。素材にもこだわっちゃって、瓦が風で吹き飛ぶシーンはとにかく軽い素材をということで、京都の有名なお菓子八つ橋を瓦の形に焼いたものを使ったそうですよ。また逆襲では、大魔神は雪となって消えるのですが、その雪はソフトクリームを作る原料の粉を使っていたとか。撮影当時の苦労が忍ばれるエピソードですね。話を大魔神に戻しますが、大魔神の正式名称はアラカツマというんですって。アラは縄文時代から信仰されているアラハバキという神様の名前から、カツマはサンスクリット語のカルマから来ています。意味としては荒々しく振る舞う神様というところですかね。この大魔神を演じたのは橋本チカラさん。この方、元プロ野球選手で、現在のロッテオリオンズが大舞オリオンズだった頃に活躍していました。大舞とは大映と毎日新聞のこと。大映がプロ野球のチームを持っていた時期があったんですね。引退した後、大映に俳優として入社。大柄でギョロッとした目がとても印象的だったので、大魔神役に抜擢されたそうですよ。大魔神の着ぐるみは橋本さんの体型に合わせて作られ、怒りの形相のマスクも石膏で型を取ってぴったりくっつくようにできちゃうそうです。総重量は40キロあるのですが、体型に合わせてあるので関節が動かしやすく、素材もほとんどシリコンゴム製なので動きにくいということはなかったんですって。あの着ぐるみは上下のパーツになっちゃって、下は漁師さんが着る胴長風、その上から鎧のパーツを着るのですが、これは後ろがファスナーになっちゃって着脱が簡単なんですって。ファスナーが見えちゃうから大魔神を後ろから見たシーンはないんです。そして一番の見せ場といえば、大魔神の顔が変わるところ。あの怒りの形相は中国か韓国の武人像がモデルだとか。なんといってもあのマスクから覗く眼光鋭い目が決め手ですよね。あの血走った目がすごい迫力で、共演した高田美和さんがコンタクトレンズ入れてるんですかって聞いたそうです。
ですが、あれはまるっきりの裸眼。監督から神様なんだから瞬きするなと言われ、ずっと目を見開いた状態だったところへ、撮影所の床は土間で埃っぽいものだから、しょっちゅう水で目を洗っているうちに充血したんだとか。まさに怪我の巧妙。重い着ぐるみ着た上に瞬き禁止とは。スーツアクターって結構ハードな職業ですよね。ちなみに橋本さんは妖怪大戦争の大門役としても有名な役者さんです。話は変わりますが、1967年にウルトラ Q の造形で有名な高田良作さんが中心となって、実寸大の大魔神像が制作されました。高さ 4.5 メートルという巨大な像は、大英の京都撮影所が閉鎖される1986年まで保存されちょったんですよ。その後大魔神像がどうなったかというと、フィギュア制作で有名な海洋堂に譲渡されました。そこで壊れたパーツなどが復元されて、今でも海洋堂本社の守り神として鎮座しています。今回は時代劇とガメラで有名な大英だから作れた特撮時代劇大魔神についてお話ししました。最後まで見てくれてだんだんね。またね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアボスティニアアシェットの週刊シリーズガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ。週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。